はい今日の試合お疲れ様でしたえっと無事勝利で収めたということですが今日の試合を振り返っていかがでしたかはい、えー、まあ雨の中での練習あの試合ということでしたけれどもまずはあの勝てたことというのは一つ成果かなと思いますで一方で内容を見たときにやっぱりこう序盤からあの自分たちのプレーをしようと言ってきたにかかわらずその点はあのまあ、次へのあの課題ではあるかなというふうに思っています。 はい、えっと、その序盤の試合の入りの部分ですが、えっと、選手たちにはどういったお声がけをしていましたか、あのー、今日はあのみんな集めているハードルの中で、えー、とまずは、えーまあ、自分たちのプレーをしようとでその上でまで1プレー一プレー、えーまあえー、やりきろうということをまあ言ってきたので、まあ、こうそういう意味ではこうエンジンかかるのがちょっと遅かったかなと。 序盤からあのそういったことがこうきちんとあのプレーとして、えーまえま、できるとよかったなというふうに思います、はいはい、じゃ次戦に向けてです、ね、また来週以降練習始まると思いますがどういったところを意識されていきたいと思っていますすかそうですねあの、まあ、きちんとこうビデオを見て、えー、ODK 振り返りをしたいと。 いうふうに思いますので、そこでできた課題をま潰していくということが一つと、やっぱりこう先ほども言いました通り、ま、えー、冒頭からですね、自分たちのプレーをするというところはあのー、まあ、次のプレーに関わらずずっとあのー、意識してはいあのやっていきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。